おはようございます。ゆきまるチャンネルです。キラ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 なんかキラーン。まだやるの。はい。はい。いつも通りキラキラは変わりません。もうこれは一日の習慣になっているのでやらさせてください。私今日仕事なので、はい今定番の朝ごはんを作ろうと思っております。はい。こちらですね。準備がすでにされている状態ですね。はい。で、食べれなかった。はい、肉じゃがさんをついに朝食べます。昨日ね食べてなかったから、はい、それではクッキングほどではありませんが朝ごはんクッキングスタート。まあ肉じゃがをね温めるだけだけど、あと卵かな。卵となんかベーコンっぽい匂いがしますね。そう、暑いね今日。今日暑いね。あ、そう、すごい暑くなってきましたね。皆さんですね、家の中にいてもよく脱水症状を起こす方がいらっしゃるんで、本当に気をつけてください、ね、救急車に呼ばれないように、はい、水分不足、水分補給補えるようにですね気をつけていただければと思うばかりです。はい、特に高齢者の方、はい、気をつけてくださいね。はい、ゆきまる氏もねよく水分はね取っているので、その代わりびちゃびちゃなうんこが出たんですけど。いやでも本当この暑さになってくるとさ、本当エアコンあってよかったと思いますよね。本当ですね。もうこのおかげで涼しい今が。いやでもさ、本当に最初の頃はささっと作ってささっと終わりにする、そうクーラーの効いてる仕事部屋でご飯食べるみたいな感じだったんで、なかなか。でもさ、もう東京でね電力のあれねあんま使わないでねって言われてる中で、まさかたくさん使うようなエアコンを導入するとは。ちょっと気をつけないとね。うん、ほら、駅前市なんだこれは、目玉焼き、うん、うちはね、テフロンがついてないフライパンを使うので、ほなかなかね剥がれにくいんですよね、目玉焼きを使うのも。さあ、ベーコン。こう暑いとね、はい、運動もする気になりませんね。あ、ちょっとジムに全然行けてないんですけど、確かにもうちょっといいかなと思って、はい、でその代わりじゃないんですけど、はい、階段とか、はい、坂はなるべく使う。仕事中に、はい、仕事じゃなくても、はい、登ろうとしてるの、はい、いい習慣ですね。登ります。いやでも本当ジムは全然行けてないんで、じゃあ今日行きますか。あ、ちょっと私ね、はい、この1ヶ月間は行けないんです。え、ジム筋トレ禁止なんです。なんでちょっと、あ、骨格矯正みたいなやつやってるのか。じゃああれじゃん、有酸素運動ならいいんでしょ。有酸素はいいんじゃない。じゃあ有酸素だけで行けばいいよ。でその帰りにビールと焼き鳥を食べる。それ意味ないよ。ちょっとびっくりしたんですけど、はい、私昨日肉じゃがたくさん作ったのに、はい、全然ない。これしかない。昨日夜食べたでしょ。食べてないですよ。本当？盛られたやつしか食べてない。結構な量あったからすごいなと思って。あれなんじゃないですか、キーちゃんが食べちゃったんじゃないの。いやパパさんはねこう言ってますけどね、ほんと食べるからね。何を言ってるんですか。ただ太ってないだけで。何を言ってるんですか。皆さんねすごいですから、この人胃袋。何を言ってるんですか。でもね、胃袋が丈夫な人って長生きするんですよ。あ、そうなの。やっぱりよく食べるから。胃腸が丈夫な人、うん、は本当長生きすると思う。あ、まあ、それはねママさんが結構ね食と高齢者に関わるようなことが多いからということですよね。そうですね。あとあれですよね、やっぱりね筋力の低下気をつけないと。ああ、確かにママさんはねこう見えて福祉系なので。よいしょ。わあ、すごい豪華だ。なんかねえ、そしてキイちゃんがヨーグルトを狙ってる気がする。まあ、これ多分肉じゃががあるから豪華に見えるんでしょうね。うん、ちょっとなかなかね朝ごはんでこんなに豪華なのはね、まあいつもね食べてるんだけど。
あのちなみに、はい、このあおうちヨーグルト食べようとしてこれあれですよ、冷やし中華の、中華のタレ作ったじゃないですか、はい、スープ、はい、それドレッシングにしても全然美味しいんで、おお、はい、そのまま使ったような、いただきます、はいはい、さあどうでしょうか朝ごはん。あ、飲み物がないママさんはね今日時間がないのでもうそろそろ出るそうですよ。ギーちゃん大丈夫、ギーちゃん、うん、やっぱ肉じゃがって次の日の方が美味しいんだよね、カレーと一緒で。え、昨日味見した？何？昨日味見した？してない。してないのに美味しいとかって分かんない？なんとなく。あ、雰囲気ね、うん、ママさんね雰囲気で味をもう感じ取っているらしいんです。いや久しぶりだね、こんなあのちゃんと食べるの、すごい興奮してる最近ね、うん、あれ最近なんか2人であんま朝食べてなかったよね。うん、実はね朝ごはん最近食べてないんですよ2人で。あ、パパさんが仕事忙しいからだ。そうなんですよ、朝にはもう寝る時間になってます最近。昼夜逆転なので、はい、これ今黒酢入れました。はい、黒酢納豆ですね。はい、時間がないのに、時間がないのにどこ行っちゃった？まあでも時間のすれ違いも大きいですよね。そうですね、お互いにやっぱりね時間が合わないとすれ違っていく毎日ですねすれ違いも大事です。大事なもうね、年がら年中ね一緒にいたってね、うん、あのね気づきも減りますから、ね、少しねお互いのねありがたさね当たり前じゃないから、はい、あ、そういう意味ね。そう、すれ違い大いに結構ママさん流のなんかそういう生活感みたいなのがあるわけですね。そう、黒ごま入れた、はい、まあ、あの私たちの年代になると、はい、あのすれ違い大いに結構なんて言ってますけど、はい、10代20代の子はねすれ違いなんて嫌だと思いますよ。好きになるとね一緒にずっといたいってなるじゃないですか、はい、似ても覚めてもじゃないですが、はい、もうそれ通り過ぎてきたじゃないですか私たちは。もうなんか熟年みたいですねえギーちゃん、ちょっとギーちゃん食べるねご飯。はい、ごちそうさまです。ごちそうさまでした。狙ってます、もう今日はすごいです。ヨーグルトへの欲望がすごい あ、ダメだよ。はい、こんな感じでバタバタ朝ごはん終わりました。はい、はいはい、私これから会社行きます。はい、お気をつけて行ってくださいね。暑いんでね、みんなあの頭おかしくなって車突っ込んでくるかもしれないから暑さで。あ、怖い暑いっつってズドーンってまあ、私も突っ込まないようにします。はい、はい、この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。はい、各種 SNS もやっておりますので Twitter、Instagram、TikTok のフォローもお待ちしております。では次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。